ゼルス GM ミナシアン、やらかす。大谷翔平ドジャース移籍の裏に、エンゼルス GM の信頼関係ぶち壊す出現。エンゼルスのフロントは 2way プレイヤーのリハビリシステムを知っているのは我々エンゼルスのみであると猛アピール。加えてミナシアン GM は、もし他球団へ移籍するようなことがあれば本意ではないが、翔平大谷の全てを知り尽くしている。我々エンゼルスをエネミー括弧的に回すことになってしまうという脅し文句をかけたとも聞く。この脅し文句により大谷さんはブチギレて退団。対して脅威にならない提起。ワールドシリーズで待っとるで。大谷が黙っててもドジャースの他のメンツが勝手に粉砕するやろ。そもそもエンゼルスとほとんど対戦しないやろ。リーグ違うのにワールドシリーズで戦う気なんか？交流戦のことやろ知らんけど。これが戦力考えずにイケメンばっかり集めてるオーナーですか。リベンジポルノでもやる気か。バカすぎて草。何にも知らねえから一平に大谷の様子がおかしいって言われるまで怪我してるの気づかんかったんやろ。これって夜道に気をつけろよとほとんど同じ意味だよねよって脅迫罪成立。VS エンゼルスとかボッコボコのボーナスゲームやん。言うほどエンゼルスがドジャースと戦えるか？なぜかドジャースには強いエンゼルス。言うほど勝ってるか？大谷さんのいないエンゼルスが言ってもなぁ。大谷のデータ持っててもベッツ・フリーマン・マンシーに粉砕されそう。ワールドシリーズ出られるなら大谷がいる時に出ろや。ダルビッシュの時みたいにはなってほしくないやね。結果的にダルビッシュなんも悪くなかったのに。シーズンで4試合くらいやろ？言うていっつもやらかしとるからこの手いたらくやんどうすんの。